厚生労働省などは昨日、新たに東京都で5人、愛知県で1人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表しました。東京都によりますと、5人のうち2人は屋形船で行われたタクシー組合の新年会に参加していた60代と30代の男性です。また60代の男性医師の感染も確認されました。男性医師は屋形船に乗っていて、おととい感染が判明した50代の女性看護師と同じ病院に勤めています。ただ2人はプライベートで数回食事をしていることから、都は院内感染の可能性は低いとみています。このほか新たに感染が確認されたのは60代の男性ハイヤー運転手と30代の男性会社員です。また愛知県では新たに60代の男性1人の感染が確認されました。すでに感染が確認されている名古屋市の60代夫婦のうち妻の知人だということです。